はい、こんにちは。今日はね、筋トレ雑談ということで、今日のテーマはですね、ホームトレーニング、ホームジムですね。ホームジムと、普通の外のジムね、どっちが良いかっていう、こう、メリット、デメリットについてね、ちょっと語っていきたいと思います。はい。自分は25歳ぐらいの時から、バーベルとかダンベルセットを買ってですね、12年ほどぐらいですかね、ホームトレーニングずっとやってきたんですね。で、まあその後に、近場にね、ジムができたということで、4年ほど前からね、ジム通い、するように、なってます。はい。ですのでね、どっちの立場もね、分かっているのでね、そういった面からまあデメリット、メリットについてね、ちょっと話をしていきますね。はい。で、まずホームトレーニングメリットですね。1つ目。まあこれはね、メリットイコール、まあ外ジムのデメリットとの裏返しになるんですけれども、まず第一でね、いつでも自分が好きな時にね、トレーニングができるっていうのがね、ありますね。家だとね、もう気が向いた時とかね、どのタイミングでもね、一旦やって、またやめて、またやるとかね、そんなもできるのでね、それではメリット大きいですね。で、まあそれに反して、まあ、外ジムの場合は、利用時間っていうのがね、決まってたりしますね。まあただ最近はね、24時間ジムが増えているので、いつでも気が向いた時にね、行こうと思ったらいけますけどもね。はい。で、次、二つ目ですね。まあ、ジムまでの移動距離、移動時間がかかる。はい。で、二つ目ですね。はい。ホームジムのメリット。ジムまでのね、移動時間が全くかからないっていうね。これね、実は大きいですね。トレーニングね、毎日、こう、積み重ねですのでね。毎日毎日ね、ジム行くまでに、まあ、往復1時間かかるとなると、それをこう積み重ねていくと、すごい時間のもったいないんですよね。で、その時間の間にね、トレーニングできるしねっていう話もあるので、これまあ非常に大きい要素、ですね。移動時間がかからないね。で、まあね、ジム、外ジムのデメリットとしてはね、まあやっぱりそうね、まあ都会の方だったらね、近くにジムあるので、そういった面も少ないんでしょうけど、まあ自分田舎の方なので、なかなかジムが、ね、遠くにしかなかったっていうね。はい。まあたとえこう移動するのを15分、20分だとしてもね、まあ、それも結構面倒くさかったりしますね。はい。ただ今は、ですね、自分の、通勤の経路内にジムができたので、はい。まあそういったこう移動時間の制約っていうのがなくなったのでね、今は非常にそれで快適に、まあそこのデメリットが外ジムのデメリットがなくなったので、非常に快適にね、ジムライフをね、送ることができています。はい。次、三つ目ですね。はい。まあ、周りを気にしないようにね、好きなようにできるっていうのがありますね。家の場合ね。まあ、どうしてもね、やっぱりまあ、特に初心者の方ね、初心者の方は、まあ、やっぱりこう、周り気にしちゃいますよね。で、こう、周りすごい人おったら、こう、ちょっと、で、その中で自分やっていいのかとかね。ベンチでもこう、まあ、あんまり重量上がらなかったりするので、ちょっと恥ずかしいとかね。ね、フォームもなんか、ま、よくわかってないのにね。まあ、そういったもんで、やっぱ周りを気にしちゃうっていうのがあります。あと、またフォームもね、重さとかも、見え張らないでね、自分に合ったもんでね、できますよね。家の場合は。まあ、外でもそれでできるんですけど、まあ、どうしてもね、周りに人がいると、ちょっと無理な重量に見え張ったりしがちになっちゃいますよね。はい。で、まあ、家の場合だと、まあ、器具もね、独り占めできますのでね。まあ、スーパーセット。まあ、いくつもの器具を使うね、トレーニングね、連続して使うトレーニング、スーパーセットとか、ジャイアントセットとかね。まあ、そういったものもね、まあ、やり放題ですしね。で、ちょっと筋力系のトレーニング、筋力増やしたい時のね、トレーニングの場合だと、インターバル長めに取らないとダメなんですけど、まあ、そういうものもやりやすいですね。周りを気にせずやりやすいですね。まあ、ジムでもね、こう、うまいことこうね、インターバルの間に人とこう回せるっていうような、知り合い同士で回せるといいんですけど、まあなかなかね、通常のジムで、まあそういうことやってる人ってね、まあなかなかないと思いますのでね。はい。まあそういった風にね、自分のやりたい放題にね、やれるっていうのはね、大きいですね。はい。次のメリットが、待ち時間がない。ね。これ大きいですね。これもトレーニング、ジムあるあるなんですけど、今日胸の日なんだよなーとか思って、ベンチプレスかやろうと思ったら、ベンチプレス全部埋まってることあるんですね。で、まあ、なんとか待って、やっとできた。
で、じゃあ次、じゃあ、フリーウェイト、ダンベルフライしようかな。まあ、ダンベルフライ、今度ね、全部埋まってて、ね、自分のルーティーンとね、みんなちょうど重なってる時とか結構あるんですよね。で、自分の思ってたメニューが時間内に全然こなせなかったりね。まあ、そういうこと結構ね、あるんですよね。まあ、それがホームトレーニングの前はね、まあ、もう完全に自分のね、メニューこなすことできますからね。まあ、そういった面はね、メリット非常に、ありますよね。で、次、まあ、メリットをね、まあ、まあ、好きな音楽とかね、かけながらね、で、裸でガンガンできるね。上半身裸。まあ、全裸でも大丈夫ですけどね、家の場合だったらね。はい。まあ、普通音楽はね、ちょっと近所迷惑にならないか程度にね、しなきゃいけないんですけどね。はい。まあ、ジム、外ジムトレでも、まあ、イヤホンしてたらね、音楽ってのは聞けるんですけどね。まあ、さすがに裸は怒られますんでね。はい。で、まあ、裸でやると、まあ、自分の筋肉の大きさ、すごいは、非常にわかるんですよね。わかる上に、まあ、テンションも上がる。まあ、動きはね、そうでもないですけどね。減量期で絞れてくるので、非常にまあ、テンションね、上がりますよね。で、まあ、筋肉の大きさよくわかるので、フォームのチェックにもね、つながりますしね。これはまあ、結構大きいメリットだったりしますね。はい。自分もこう上半身裸で撮影するときはもう大体家で、まあ家でしかできないんですけど、裸ね。はい。やったりしますね。はい。あとそうですね、服装とかね、気にしないでいいですね。まあむしろ僕、自分の場合はまあ上裸でやってるのでね、服装もクソもないんですけどね。まあジム、外ジム行くと、まあやっぱりね、ちょっとおしゃれにも気を使うっていうかね、結構ジムウェアをね、ブランドのものを買うとね、それなりの値段につれますのでね、まあそういったファッションを楽しむのも、一つジムライフのね、まあ一つ楽しみでもあったりはするんですけどね。はい。まああとは、お金の面ですかね。お金ね。まあ最初の経費はかかりますけど、最初の経費だけで、まあ固定費、まあその毎月毎月かかるものがないっていうのはね。まあそれはどんだけのホームジムにするかによってね、にもよりますけどね。まあでもそれなりのホームジムね、10万とかね、かけたとしても、まあまあ、外のジム行くと6000円から1万ぐらいかかりますので、まあそれならホームジム作ってもね、2、3年は、まあ、やれば元は取れるかなというね、気はしますね。はい。まあメリットね、そんな感じですね。まあメリット、ホームジムのメリット、で、外ジムのデメリットね、その表裏のね、関係でございますけれども。はい。はい。続いてデメリットですね。はい。まあ、これね、やっぱり大きい一つのデメリットだと思うんですけど、モチベーションの維持ですね。モチベーションの維持がね、一人で家でやると難しい。はい。まあ、自分の場合ね、こう、ちょっと YouTube 撮ったりとかね、あとま、インスタとか Twitter とか上げる動画とか写真撮るので、結構それを外に出すことによってモチベーションにつなげたりはするんですけれども、まあ、ジム行くとですね、やっぱり周りの人はすごい頑張ってる姿を見るとね、やっぱ刺激されるんですよね。で、自分よりレベルの高い人いっぱいいますので、そういう人たちのトレーニングを見るとね、まあ、刺激にもなるし、そこからね、またいろいろやり方を学ぶこともできるんですよね。また、ね、お知り合いになればね、まあ、いろいろね、アドバイスももらえたりしますしね。まあ、このね、やっぱり、ジム、外ジムでのメリットはね、大きいですね。やっぱモチベーションはね、結構、やっぱり、この要素はね、非常に大きいと思います。はい。あと、まあ、器具のね、重量、設定、変更ですね。が、めんどくさいっていうのがありますね。まあ、家だとね、まあ、大体、可変式のね、ダンベルとかあるといいんですけど、まあ、大体ね、こういう感じのね、こういうので、もうプレート交換してね、重量変更、する必要があるんですよね。でもそういったのも結構めんどくさいし、ドロップセットなんてね、やっぱり、ドロップセットなのにインターバル結構できちゃうっていうね。プレート変えてる間に結構のインターバルになっちゃうっていうことになるので。まあこれがジムだとね、特にマシンだったらもうシャコンシャコンってこうピン差し替えるだけで重量変えますし。で、ね、ダンベルとかもね、2キロ刻みとかにあるので、まあ、サイドレーズのドロップセットとかもね、やり放題ですよね。だからこれがやっぱりね、非常に大きいなっていうね、気はしますね。あとまあもう家だと床の補強ですね。まあ重さに対する耐性がね、やっぱり家だとまあそのようにできてないので、ちょっと気を使いますよね。
まあ、マットとかは引いたりしますけど、それでも、まあ、特に2階だともう下にすごい響きますし、だからあの結構重い重量でダンベルベンチとかショルダーとかやった時にもうやるのはいいんですよ。でやってからこう下ろす時ですね、下ろす時にこうちょっとここがまたもう限界まで追い込んでる上に下ろす時にまた最後追い込まれるんですよね。で大体ね、もうそこに余力なくて怪我しちゃうこと多いですね。夜だとね、やっぱり投げ、ボートとか出せないですしね。まあ、自分はもう、だいたい、ここでやるときは、昼間で、で、ここ、まあ、一軒家ね、まあ、ちょっと離れているので、周りから。まあ、騒音とかは全然ね、まあ、建物にしては離れなので、騒音とかは全然、周囲の人には迷惑っていうのはならないので、やるんですけども。まあ、でもやっぱり家の場合だとね、すごいこう、ダンベル落とすときとかね、気使いますよね。で床にね、穴がね、開いちゃうかもしれないですしね。まあ、ジムだからって放り投げていいってわけじゃないですけれども、まあ、ね、多少はやっぱりこう音とかも鳴らないですから、ちょっとしたとこからポンと落としてもまあ大丈夫ですしね。まあ、マットとか置いてるとこだったら、その上にボソンと落としたら大丈夫ですよね。まあ、それはね、結構大きいかなっていうね。だから、終わって最後潰れる、ダンベルとこう、落とせるっていうのは、結構やっぱ最後まで追い込める、安心して追い込める要素だったりはね、しますね。まあ決して放り投げていいってわけじゃないんですけどね。はい。で、あとまあ家だとですね、やっぱりスペースですね。ね、すごい広い豪邸に住んでる人だったらね、いいんですけど、まあ大半はそういう人ではないと思いますので、まあ自分はたまたま、まあここね、実家なんですけど、実家で自分のまあ部屋が、全く誰も使ってない状態でね。まあそこそこの、何畳かなこれな。まあ6畳ぐらいの部屋なんですけども、まああるので、まあそこを使ってるんですけど、まあやっぱりね、6畳ぐらいのスペースね、欲しいですね。まああると結構な本ジムできますけどね。はい。まあ、スペースのね、問題っていうのはね、結構あると思います。はい。あと、もう一つ、まあ、これはね、いろんなこう、テクニックとかでもカバーできるんですけど、やっぱり器具のバリエーションがね、少ないなっていうね。まあ、ジムだとね、いっぱいあって、もう背中なんかね、こう、いろいろなね、角度から攻めたり、ね、上、真ん中、下ね、で、上から引いたり、下から引いたり、で横から引いたりとかね、まあ、フリーウェイトもありますし、はい。いろんな、ね、バリエーションできるんですけど、まあ、家だとね、やっぱりバーベル、ダンベル、あとはチンニング台ぐらい。がメインになって、まあパワーラックがあってね、なってくるので、まあその辺のね、バリエーションがやっぱ少ないのでね、はい。まあ、それは、その基本種目やってたら全然大きくなるんですけどね。でもまあやっぱりこうね、いろんな角度から刺激入れたいっていうのもありますのでね、まあそこはやっぱりこうちょっと物足りないかなっていうね、気がします。特にやっぱ足ですね。足がやっぱホームトレーニングだと、まあ、なかなか辛いですよね。スクワットって、ね、オンリーでやるのと結構きついですね、精神的にもね。はい。やっぱりこう、レッグプレスとか、ね、エクステンション、カールとかはせめて最低ね、欲しいですよね。まあ、ジムでやるとなかなかそれはないですけど。はい。あと、まあ、背中もね。まあ、胸と肩と腕はまあ、ホームトレーニングでも、あまり遜色なくトレーニングできるのかなというね、気はしますけど。はい。まあ、そんな感じですかね。はい。まあ、まあ、結論としてはですね、自分の中のね、結論としてはですね、やっぱり、外ジムがいいですね。はい。通えるものなら、外ジムがいい。はい。まあ、家の近所とかね、もう前すぐ家の近所とか、通勤の経路内にね、ついでに寄れるところにジムがあるのならば、やっぱり多少お金払っても、ジムがいいなっていうね、個人的には、思います。まあ、家でも、やれないことはないですけどね。モチベーションをさえ高く保っていれば、全然、体は作ることはできると思いますけれども、まあ、やはりジムの方が効率よくできるなっていうふうにね、やっぱりどっちもやってきてね、思います。はい。まあ、ね、まあ、混雑してる場合はね、まあ、ちょっとあれなんですけどね、ちょっと、まあ、ストレス溜まるんですけれども、まあ、通常であればね、まあ、複数の種目、そんなに時間効率よくできるんですよね、やっぱジムはね。はい。だから家でやるよりも、
まあ、短時間でね、効率的にできるのでね、やっぱりジムの方がね、いいなっていうね、気はします。はい、ただまあ、家、たまに家にするとね、楽しいですね。で、こうちょっとね、撮影とかしながらね、やるとね、好きな音楽をガンガン流しながら、裸になって、全てを解放してトレーニングするっていうね、これも非常にね、楽しいんですけどね。まあ、ジムもやっぱりいいですね。外ジムもいいんですね。ということでございます。はい、では。